静岡でんでん体操。今から静岡でんでん体操を始めます。体操を始める前に3つの約束事があります。1つ目は無理をしないことです。特に膝や腰などに痛みのある方は痛みが出る手前で運動をやめてください。体調の優れない方は自分で体調の判断をして無理のない回数を行ってください。2つ目はゆっくりと体操を行うことです。ゆっくりと運動することで日頃使われていない筋肉も運動に参加することができます。3つ目は呼吸をすることです。十分に呼吸をして酸素をしっかりと体の中に取り込んで体操を行います。この体操を週2回程度実施すると効果的です。それでは早速体操を始めます。姿勢を整えて準備をしてください。第1の運動、腕を前に上げる運動です。この運動で肩の前の筋肉を鍛えれば物を持ち上げたりすることが楽になります。横に上げる運動です。この運動で肩の横の筋肉を鍛えれば物を持って歩いたり布団やベッドからの起き上がりが楽になります。つま先上げの運動です。この運動で太ももの前とお尻の後ろ、すねの前の筋肉を鍛えれば椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。
ここで深呼吸をします。大きく息を吸って、大きく息を吐きます。あと2回深呼吸を繰り返します。大きく息を吐きます。大きく息を吸って、大きく息を吐きます。第4の運動、スクワットとかかと上げの運動です。この運動で太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えれば椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、しっかり歩けるようになり転びにくくなります。5の運動、足の踏み出し運動です。この運動で太もも前の筋肉を鍛え、前方への重心移動をスムースにできるようになれば、バランスよく歩くことができます。5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3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 、2、2、3、4、5、
4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8、第6の運動、四股踏み運動です。この運動で足の付け根と太ももの前の筋肉を鍛えれば、段差の上り下りが楽になり、つまずくことが少なくなります。静岡でんでん体操はいかがでしたか？皆さんもパルちゃんと一緒に無理をしないで、ゆっくりと静岡でんでん体操で明るく元気で楽しい毎日を過ごしましょう。お疲れ様でした。第1の運動、腕を前に上げる運動です。この運動で肩の前の筋肉を鍛えれば、物を持ち上げたりすることが楽になります。7、8、4、2、3、4、5、6、7、8
第2の運動、腕を横に上げる運動です。この運動で肩の横の筋肉を鍛えれば、物を持って歩いたり、布団やベッドからの起き上がりが楽になります。第3の運動、スクワットとつま先上げの運動です。この運動で太ももの前とお尻の後ろ、すねの前の筋肉を鍛えれば、椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。ここで深呼吸をします。大きく息を吸って、大きく息を吐きます。あと2回深呼吸を繰り返します。大きく息を吐きます。大きく息を吸って、大きく息を吐きます。
第4の運動、スクワットとかかと上げの運動です。この運動で太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えれば椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、しっかり歩けるようになり転びにくくなります。足の踏み出し運動です。この運動で太もも前の筋肉を鍛え、前方への重心移動をスムースにできるようになれば、バランスよく歩くことができます。7、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8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 、8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 、
四股踏み運動です。この運動で足の付け根と太ももの前の筋肉を鍛えれば段差の上り下りが楽になり、つまずくことが少なくなります。静岡でんでん体操はいかがでしたか？皆さんもパルちゃんと一緒に無理をしないでゆっくりと静岡でんでん体操で明るく元気で楽しい毎日を過ごしましょう。お疲れ様でした。